皆様こんにちは。ミュージカルフランケンシュタインに出演します濱田恵です。一幕ではフランケンシュタインの姉のエレン、そして二幕では闘技場の主人のエヴァを演じさせていただきます。この2つの役は、どの方もそうなんですけれども、1幕と2幕で全然違う役をやられますが、このエレンとエヴァというのは本当に女性として真逆の位置に位置するような役柄なので、その差と、あとは温度ですね、彼女たちが持っている発するエネルギーの温度というの違い、そういうものまで皆様にお届けできたらなと思って今から楽しみにしております。今日初めてフルコスチュームで撮影させていただきましたけれども、なぜかこの衣装がすごく自分にフィットしているような気がしていてですね、撮影の最中もいろいろなイメージが出てきて、舞台の上でフランケンシュタインの姉としての振る舞いとか思いとか、いろんなものをもう片鱗に触れられたような気がします。ですのでこれを土台にして自分なりのエレンを作っていきたいなと思っております。これから、ミュージカルフランケンシュタインお稽古始まりますけれども、みんなで一丸となって素晴らしい作品になりますよう、精進していきたいと思います。皆様ぜひこの面白い趣向を凝らしたミュージカルフランケンシュタイン、劇場でお待ちしております。